日本国民から敬愛される皇后陛下を育てられたエリート外交官、大和田久志氏とは、皆さんは令和時代に入り、さらに輝きを増している皇后陛下のご両親についてご存知でしょうか。かつて親子2代の外交官として多くの国民から注目を集めた皇后陛下と父の大和田久志さん。そんな久志さんは皇后陛下をどのように育てられたのでしょうか。今回は皇后陛下が父である大和田久志さんから受け継いだものと、しばしば皇后陛下と比較される秋篠宮殿下のお妃である紀子さまが、父である川島辰彦さんからどのような影響を受けてご成長されたかについてお話しします。皇后陛下の父として知られる大和田久志さんは、かつて外交官として旧ソビエト連邦やスイス、アメリカ、イギリス、フランスなど多くの国に赴任されていました。そんな久志さんは外務大臣官房長や外務事務次官、国連大使、国際司法裁判所所長なども歴任された方です。カミソリ大和田と呼ばれ、外務省内で久志さんと論争して勝てる相手はいないと言われていたそうです。また久志さんは英語だけでなく、ロシア語やフランス語にも堪能だったのです。そして雅子さまの語学力の源は、ご家族と共に幼少期を過ごしたロシアでの生活にあるとのことです。1965年、大和田家は日本大使館一等書記官として赴任することになった。久志さんに同行するため、旧ソビエト連邦の首都モスクワへと旅立ちました。なお大和田家には父の海外赴任には家族全員で同行するという決まりがあったそうです。そして皇后陛下は2歳の夏からモスクワの私立保育園に通い始め、3ヶ月ほどでロシア語を習得し、保育園ではロシア語を使い、自宅では日本語を話すという生活が始まったのです。1966年にはスイスのジュネーブに出張した久志さんが家族を呼び寄せたこともあり、皇后陛下の母である由美子さんはジュネーブで皇后陛下の双子の妹をご出産されました。なお当時の皇后陛下は2歳半で、親に甘えたい時期に双子の妹が誕生したのです。しかも久志さんは仕事の都合で一足先に皇后陛下だけを連れてモスクワに戻ったため、皇后陛下は母である由美子さんとはしばらくの別れを経験しました。そして由美子さんは皇后陛下の双子の妹と共にモスクワへ帰還したのです。なお当時の大和田家を知る方は次のように語っています。家族が増えたご一家はできるだけ一緒の時間を過ごそうと努めておられました。週末には郊外にある大使館の別荘に行かれ、夏には思う存分駆け回り、冬にはスキーやスケート、そり遊びなどを楽しまれていたのです。このようなモスクワでの生活は2年9ヶ月ほどでしたが、この時期の雅子さまはとても聞き分けの良いお嬢さんでした。例えば、久志さんが雅子さまを連れてジュネーブからモスクワに移動する際、久志さんは不安を感じていたそうです。2歳の女児を連れてジュネーブから飛行機でコペンハーゲンを経由してモスクワに帰ったのですが、コペンハーゲンの空港で2時間半の待ち時間ができました。しかし雅子さまはわがままを言うことなく、久志さんの言葉に素直に従い、無事にモスクワに帰ったのです。また外交官という立場上、海外赴任先では上司家族との家族ぐるみの付き合いがあったため、両親はとても忙しく、ご夫婦で夜外出されることもしばしばありました。ところが幼い雅子さまは寂しさを耐え、わがままを言うことはなかったそうです。また大和田家にお客様が訪れると接客のお手伝いをしたり、留守中の両親に代わって双子の妹たちの世話を熱心にしていたのです。このことからもわかるように、現在の雅子さまの気配りはすでに幼少期から養われていました。もちろん幼い皇后陛下はさぞかし寂しい思いをされたことでしょう。しかし、ご両親が揃う週末などには、ご家族で休暇を楽しむことで、ご両親からの愛情の基盤が着実に形成されていったのです。ご両親は外交官としての任務を果たしながらも、子供たちに可能な限りの愛情を注いで、育ててこられたことが伺えますね。そして、モスクワで過ごす間に、皇后陛下はロシア語を習得されています。しかし、難関である東京大学の入学試験や、
外交官試験などは高い語学力だけでは突破できなかったはずです。また長期間海外で生活された皇后陛下ですが、日本語を忘れないよう日本語学校に通われていました。そして1971年、小和田家は帰国したのです。なお帰国後は編入試験の準備以外に学習塾に通われたことはないそうです。もちろん家庭教師がついたこともなく、母である由美子さんが常に勉強を見ていたということもなかったのです。また久志さんと由美子さんは皇后陛下に対して勉強をしなさいということはほとんどなかったそうです。なおご両親の教育方針として、テレビについてはニュースやセサミストリートなど見たい番組を選ばせて1日1時間以内に制限していたのです。さらにおもちゃや雑誌、漫画などはほとんど購入せず、誕生日やクリスマスプレゼントなどの特別な機会にのみ思い出に残るプレゼントをされてきたそうです。そして中学生になられた皇后陛下はソフトボール部に所属され、早起きして宿題や予習復習をこなすだけでなく、さらに朝練にも参加されていたのです。このように多忙な毎日を送られていた皇后陛下は、もちろん学業が優秀でしたが、いわゆるガリ勉というわけではなく、謙虚で控えめな一方、明るく親しみやすい雰囲気があったため、周囲にはいつも人が集まっていたそうです。そして、学業とスポーツを両立されていたため、友人から、いつ勉強しているの?と、不思議がられていたとのことです。皇后陛下は、幼い頃から自然と、努力することを生活の一部として取り入れていたのですね。また皇后陛下は、学生時代に友人から、ハードワーカー雅子と呼ばれていたそうです。そんな皇后陛下のご両親、特に父である久志さんは、女性の幸せは結婚だけではない。だからこそ一生続けられる仕事を持ってほしい、と強く願っていたようです。職業にはこだわらないものの、社会に貢献できるような人生であってほしいと願われていたのです。このような父の影響を受けた皇后陛下は、漠然と外交官という夢を抱きました。この外交官という夢を抱いた時、皇后陛下はまだ14歳だったそうです。そしてそこから45年以上が経ち、皇室という特殊な環境にいる皇后陛下ですが、社会のために貢献できる人生を送りたいという強いお気持ちはきっと変わっていないのでしょう。また皇后陛下のこれまでの誠実な対応がそのお気持ちを表しています。特に最近のイギリスご訪問でも皇后陛下の外交力は際立っていました。そして帰国された皇后陛下が再び久志さんのアメリカ赴任に伴い渡米したのは、皇后陛下が高校1年生の夏のことでした。ボストン近郊の緑に囲まれた静かな町、ベルモントにあるマサチューセッツ州立ベルモントハイスクールの2年に飛び級で転入されたのです。そして1981年にご卒業されました。その後は久志さんが客員教授を務めていたハーバード大学を選びご入学されますが、久志さんが在ソ連日本国大使館公使に任命されたため、ご家族は皇后陛下をアメリカに残して再びモスクワへと旅立ったのです。そしてアメリカに残され寮生活を送ることとなった皇后陛下は、勉学の合間にジョギングをしたりパーティーに参加されたりと大学生活を楽しまれました。なおこの頃に皇后陛下は自身の将来像を明確に描き始めたそうです。またその大きなきっかけとなったのは、初めて外国の大学出身で女性外交官となった村住美恵さんとの出会いでした。村住さんは、男女差別のない職場を選ぶのであれば外務省が良いでしょうと言い、その言葉を聞いた皇后陛下は外交官を志すようになったとのことです。そして国際関係に強い関心を抱いていた皇后陛下は、ワインバーガー元国務長官やジスカール・デスタン元フランス大統領の講演を受講されます。さらに大学1年生の夏休みにはヨーロッパに渡り、ドイツでゲーテインスティチュートの夏季コースに参加されたのです。一方サークル活動では日本文化協会の会長を務めるなど、積極的に日本文化を広める活動に励まれていました。このように皇后陛下の心の中心には常に母国である日本があったのです。ハーバード大学で数理経済学を学ばれた皇后陛下は、日本の貿易摩擦に心を痛めておられたようで、
論文では数値解析と理論で主張を展開されていました。一方、プライベートでは主張の少ない控えめな学生だったそうです。とはいえ、経済学部の優秀な学生であり、成績上位 15% のものだけに与えられる、栄誉学位である、マグナ、クム、ラウデを授与されるほど、優秀な成績を収められたのです。そして、1985年、皇后陛下は、ハーバード大学をご卒業されました。この時、ご家族と共に日本に戻っていた久志さんは、アメリカに残って、法律の勉強をしたらどうだ、と勧められましたが、皇后陛下は、このままでは、根なし草になってしまうわ、とおっしゃり、ご家族がまず自宅へと戻られたのです。そして、1986年、皇后陛下は、東京大学法学部3年に、学士入学されました。また同じ年には、外務公務員、採用一種試験に合格されたのです。なおこの試験は、競争率が40倍という難関試験でした。大学で経済学を学んできた皇后陛下に対して、外交官の先輩である久志さんは、外交官試験は簡単なものではない。だから、もし不合格になってしまえば、新卒扱いではなくなるので、就職は難しくなる、と助言されたそうです。外交官の科目は、憲法や国際法などといった、法律の分野が大きな割合を占めています。その上、多くの専門用語を日本語で学び直す必要があったため、英語やロシア語が堪能な皇后陛下が有利というわけではありませんでした。しかし、皇后陛下は見事に初挑戦で合格され、史上2組目の親子2代の外交官誕生として大きな注目を集めたのです。実は、皇后陛下が外務省に入省される1年前、皇后陛下と久志さんは、元赤坂の東宮御所で催されたスペインのエレナ王女を歓迎する皇室主催のレセプションパーティーに招かれています。その席で皇后陛下は当時皇太子であった天皇陛下と運命の出会いをされたのです。このように成長過程において父である久志さんの言葉や存在が皇后陛下の人生の重要な局面で影響を与えています。おそらく父と娘の対話が多い関係性であることや皇后陛下が久志さんを深く尊敬しているからでしょう。振り返ると幼少期の皇后陛下は寂しい思いや我慢を強いられていたわけではなく、ご両親の愛情をしっかりと受け止め、親子関係が適切に構築されています。そして外交官になる1年前に天皇陛下と出会い、その7年後にご成婚されたのです。しかし、皇后陛下が天皇陛下とお会いになってから、きっとご両親は常に不安と緊張の日々を過ごされたのではないでしょうか。そして、皇后陛下は大きな決断をされたのです。また、皇后陛下のご両親は、日本で最も重責を伴う道を選んだ娘の決断を静かに見守り、支え続けました。1993年のご成婚や、2019年のご即位など、皇后陛下は伝統と歴史に基づいた儀式に臨まれてきました。きっとご両親である久志さんと由美子さんはその都度大きな重圧を感じてこられたことでしょう。実はお二人は2019年に執り行われた天皇陛下の即位に伴う皇室行事である大嘗祭の中心儀式、大嘗宮の儀に参列されています。この大嘗宮の儀は3時間にわたり執り行われたため、当時80代であったご両親には相当な負担だったことでしょう。しかし、皇后となった娘の力になりたいという強い思いのもと、娘の嫁ぎ先の行事に参加されたのです。なお久志さんは2018年、国際司法裁判所の判事を退任し、由美子さんと共に15年暮らしたオランダを離れて日本に帰国されました。そんな久志さんは2008年に軽い脳梗塞で倒れ、2009年から2010年には2年連続でバイパス手術を受けるために入院するなど、常に健康面での不安を抱えてこられました。このようなことから、帰国後にお二人は都内にある大和田邸を住みやすいようバリアフリーにリフォームして暮らされていましたが、2023年には皇后陛下の妹が住むマンションの一室に引っ越されています。そして皇后陛下は常にご両親の健康を案じられているそうです。皇后というお立場ではご実家に頻繁に帰ることも難しいですが、
皇后陛下は、小和田家の長女として、ご両親のことを考慮されました。その結果、妹の住まいへ転居してもらうというご決断をされたのです。外交官だった父の赴任に合わせ、世界各地で生活をしてきた小和田家は、強い絆で結ばれてきました。そして、ご両親である、久志さんと由美子さんは、娘たちの決断を尊重し、静かに見守ってこられたのです。きっとお二人は、これからも最後まで、温かく見守り続けることでしょう。また皇后陛下からも、ご両親に対する深い愛情を感じ取ることができます。小和田家は、常に行動を共にするわけでもなく、依存し合うわけでもなく、適度な距離を保ちながらも、自立した大人同士として尊敬し合っているのですね。そして、その愛情は、天皇皇后両陛下から、愛子様へと引き継がれていくことでしょう。一方、秋篠宮殿下のお妃である紀子様と、紀子様の父である、川島辰彦さんは、どのような関係だったのでしょうか。1990年、川島辰彦さんと、和代さんの長女である、紀子様と、綾宮文仁親王殿下が、ご結婚されました。なお、このご結婚の話が持ち上がった際、紀子様の母である和代さんは、とても戸惑われたそうです。そして、皇室で育った、綾宮様時子は、あまりにも育った環境が異なる。また、そのような環境に嫁ぐというのは、非常に大変だからやめた方が良い、と、紀子様にアドバイスされたそうです。しかし父である辰彦さんは、結婚はあくまで本人同士の問題だ。だからこそ、本人たちで決めたことに、親が関与するべきではない。しかし、もし綾宮様が皇族だから結婚したい。と紀子が思っているのならば、考え直した方が良い。もし人間として、パートナーとして素晴らしい方だという考えから結婚したいと思っているのならば、私は紀子の判断を尊重すると、紀子様にお話しされたそうです。このような辰彦さんの信念は、揺らぐことなく、孫である秋篠宮家の長女の眞子さんと、小室圭さんのご結婚が難航していた頃、辰彦さんは、私にはどうして眞子さんの結婚相手が小室さんではいけないのか全く理解できないとおっしゃっていたそうです。なお辰彦さんはタイの山村で少数民族の生活改善のために尽力されたボランティア活動家であり多くの人々から慕われていました。川島家はそのような父を中心に家族4人が結束しているようで自宅にテレビを置かなくなったのも辰彦さんの判断だったといいます。このように、川島家は、決して強制的なことはせず、親の思いがしっかりと娘に伝わり、それを娘が柔軟に受け止めるという関係性だったのです。なお、秋篠宮殿下と、紀子様のご婚約の際、辰彦さんは、記者会見の場で、オールウェイズスマイルで、のびのびと育ててきました、と、笑顔で答えられています。ご成婚の日の朝には、宮中から紀子様をお迎えに来た車が、見えなくなるまで、手を振り続けていたのです。そんな辰彦さんは、2021年11月に、81歳で、その生涯を閉じられました。しかし、辰彦さんの、オールウェイズスマイルの精神は、娘の紀子様だけでなく、微笑みのプリンセス、と呼ばれている、佳子様にも受け継がれていることでしょう。また、皇后陛下の父である久志さんが大切にしてきたことと、紀子様の父である辰彦さんが重視してきたことは、もちろん全く同じではありません。しかし、これらが、現在の皇后陛下と、紀子様の姿勢や皇族としてのあり方を形作っていることは、共通しているでしょう。しばしば比較される皇后陛下と紀子様ですが、日本の象徴である皇族として、それぞれの方法で輝いていただきたいものです。今回お話しした内容について、海外からも多くの反応が寄せられています。その一部をご紹介します。雅子様のご両親は、愛情深い理想的なご両親ですね。雅子様が、あのように素晴らしい方になられたのが、よくわかります。雅子様のお父様とお母様は、お二人とも聡明で、本当に素晴らしい方々です。雅子様のご両親には、感謝の念を抱きます。小和田家には素晴らしい方々ばかりいらっしゃいますね。雅子様のご両親はもちろん、そのような雅子様をお選びになった天皇陛下にも感謝です。やはり素晴らしいご両親の下で育つと、子供も素晴らしい人格を持つ方に成長されるのですね。といった声が多く寄せられました。
どのような家庭でも親の考え方や教育方針は子供の成長過程において大きな影響を及ぼします。そして皇后陛下は多くの国民に敬愛される素晴らしい方へとご成長されたのです。そんな皇后陛下のご両親である小和田久志さんと由美子さんは子供の自主性を尊重しながら見守り続けてこられました。このような教育方針は強い忍耐力を必要とします。また子供から尊敬されるよう信頼関係を築いておくことも重要なのです。もう秋篠宮家は守らないますます敵を増やす。紀子様深まる溝とは。世界中を賑わせた2024年6月のイギリスへの国賓訪問を終えられた天皇皇后両陛下はごゆっくりされる間もなく国内でのご公務へ出向かれ、国民の歓迎に笑みを浮かべてお答えになっています。常に国民に寄り添う姿勢を示され、スピーチの中で人々への感謝の言葉を織り交ぜるなど、その温かな人柄と謙虚な態度は国内外で高く評価されています。また過去に天皇陛下の車列に救急車が接近した際のスタッフとの円滑な連携が注目を集めましたが、これは日頃の信頼関係があってこそ成し得たことでしょう。一方で秋篠宮殿下のお妃である紀子様に関しては、側近や担当職員に対して厳しい言葉をかけられ、そのために職員の退職が続くなど不安定な噂も耳に入ってきます。今回は皇族の方々と職員との信頼関係について、皇族に仕えるスタッフや関係者の証言とともに詳細にお伝えします。さて、天皇陛下が公務などで外出される際、白バイを含む長い車列が組まれているのをテレビで目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。天皇陛下のお車が一般道を走行する際には警備上の理由などから全ての信号が青になるよう調整されています。そのため天皇陛下がお乗りの車が赤信号で停止することは原則としてありません。しかしある日、そのような天皇陛下の車列に緊急車両が近づくという予期せぬ事態が発生しました。その時、天皇陛下を乗せたお車の指揮を取っていたスタッフが動揺することなく緊急車両に道を譲ったことで、スタッフとの見事な連携が話題になりました。2019年6月、天皇皇后両陛下は全国植樹祭のために愛知県を訪れられました。天皇皇后両陛下がお乗りになった車両は通常通り厳重に警護され、信号も全て青になるよう調整されていました。加えて一般の車両には通行禁止の措置が取られていました。天皇皇后両陛下を歓迎しようと多くの人々が道路沿いに集まっていたそうです。その時、天皇陛下の車列に向かってサイレンを鳴らしながら救急車が近づいてきたのです。救急車はどんどん車列に接近し、その場に居合わせた人々はその異様な光景に息を呑んだといいます。しかし天皇皇后両陛下を乗せた車列は慌てた様子を全く見せませんでした。複数の警察官が路上に出て誘導棒を振り、天皇皇后両陛下を乗せた車列をスムーズに道路の左側へ誘導しました。車列を先導していた交通機動隊も迅速に対応し、白バイ隊員は後方を走行する救急車に追い越すよう促したのです。救急車が通過すると、車列は何事もなかったかのように再び車道に戻り、移動を再開しました。天皇陛下は救急車のサイレンをお聞きになり、即座に救急車に道を譲る判断をされたのだそうです。このスムーズな判断は SNS を通じて海外にも広まり、天皇陛下の迅速な決断と見事な連携を見せた警察の行動が称賛されました。人命を最優先する考えが浸透している日本では、一見当然の光景のように思えるかもしれません。しかし海外では、たとえ緊急車両であっても封鎖された道路に侵入した車両はテロの危険性があると判断されることもあるようです。警護対象者が乗車する、車列が停車することで攻撃などのリスクが高まるためです。例えばイギリスでは、王族の車列が公道を通る際には警察によって道路が完全に封鎖されます。またタイでは、車列が通行する道路だけでなく、その上の立体交差道路や
高架高速道路まで通行止めにするという徹底した対応が取られるといいます。王族の移動のための大規模な通行止めによってしばしば大渋滞が発生し、市民が不満を表すこともあるそうです。さらにサイレンを鳴らす救急車が王族の車列をスムーズに通過できずに搬送が遅れてしまったというケースも報告されているといいます。このような海外の事例からわかるように、日本において天皇陛下が取られた素早い判断とスタッフとの見事な連携は、天皇皇后両陛下とスタッフ、そして警察官の信頼関係の上に成り立つものだと言えるでしょう。2022年にも日本では同様の出来事がありました。2022年11月、天皇陛下が東大医学部附属病院での検査を終えられ皇居へお戻りになる際のことです。天皇陛下の車列が皇居半蔵門前の交差点に近づいた時、サイレンを鳴らした救急車が半蔵門方面から接近してきました。天皇陛下の車列と救急車がほぼ同時に半蔵門前の交差点に入るタイミングでした。状況を察知した警察官がすぐさま道路に出て緊急車両を通しますと判断したのです。そして交差点内で救急車の誘導を行い、その間天皇陛下の車列は一時停止していました。無事に救急車が通過すると、天皇陛下の車列は再び隊列を組んで進み、半蔵門へと左折していきました。天皇陛下はこの時も何事もなかったかのように車内から沿道に集まった国民に手を振られ、皇居の門をくぐられたそうです。さて、日本の道路交通法第40条では、交差点またはその付近で緊急車両が接近してきた場合、車両は道路の左端に寄せて一時停止しなければならないと定められています。天皇陛下が救急車などの緊急車両を優先なさるのは、人命を最優先に考えられているからということはもちろんです。また天皇陛下ご自身が国民と同じように法律を遵守するという姿勢を大切にされているためなのでしょう。天皇陛下の車列が通行する際に信号がすべて青になるよう調整されているのも警備のためだけではなく、天皇陛下ご自身が信号を守るというお姿を国民にお示しになる目的もあるそうです。このようにこれまでに見られた天皇陛下の迅速な判断とスタッフや警察官との見事な連携は、天皇陛下が日頃から周囲の人々との信頼関係の構築に努められていることの表れでしょう。周囲の人々と常にコミュニケーションを取られ、スタッフが職務を全うできる環境を整えておられる天皇陛下は、リーダーとして私たちが理想とする姿を体現されているのです。近年では一般車両が緊急車両に道を譲らないことが問題視されていますが、最優先すべき法令遵守を一貫して実践される天皇陛下の姿勢は、まさに日本を象徴するお姿です。一方、秋篠宮家については、頻繁な人事異動がスタッフとの溝が深まっている兆候ではないかと噂されています。2024年1月25日、秋篠宮家に仕える皇嗣職の一人が任期満了で異動しました。この厩務官は警察庁から派遣された職員だったため、通常であれば後任として警察庁出身の職員が派遣されるはずでした。しかし翌日に厩務官に就任したのは外務省から派遣された職員だったといいます。2019年5月の代替わりに伴って新設された侍従職厩務官には、これまで必ず警察庁出身の職員が一人配置されていましたが、この人事により皇嗣職に警察庁から派遣された厩務官が一人もいないという状況になったのです。また皇嗣職大部は警視総監を務めた吉田直政氏が担当していますが、それだけでは不十分だといいます。警察庁関係者によると、吉田氏が警護の現場を直接指揮することは難しいですし、皇嗣職のトップとして他にも多くの業務があるでしょう。現場レベルで警察庁からの出向者がゼロでは、地方訪問の際などに生じる各都道府県警察との連絡調整をスムーズに行うことは困難ですと本音を明かしています。ある警察幹部は雑誌の取材に対して、前々から機会を伺っていたんです、もう警察庁からは人材を送り込むことはありませんと胸の内を明らかにしています。
その背景には、秋篠宮家、特に紀子様の職員への指示が非常に厳しく、皇嗣職は難しい職場とも言われていることが関係しているといいます。そのため、警察庁から職員を派遣する際には、厳格な人選が行われるそうです。そこで選ばれた人物が、秋篠宮ご夫妻と相性が合わず、秋篠宮家が不信感を抱かれたため、9ヶ月で警察庁に戻されたという事例もあったといいます。そのため、今後は警察庁から職員を派遣しないことを決めていたそうですが、皇嗣職大部からの強い要請で派遣を継続することになったそうです。さらに、紀子様が警察庁出身の職員に対して、あなたは国家公務員ではなく、使用人です。という言葉をかけられたという話も伝わっているようです。このような厳しい言葉が警察庁からの派遣者に不満を募らせた原因であり、結果として警察庁も人材を送らないという形で不信感を表したと言われています。またある皇室担当記者は、紀子様の態度や発言でスタッフが精神的に追い詰められる事例が相次ぐようでは、秋篠宮家を守らなければという意識が警察や他省庁の官僚から薄れてしまっても無理はありませんと語っています。さらに、秋篠宮殿下が以前から大掛かりな警備を好まず、穏やかな警備を望まれていることも警備陣を悩ませていると言います。ある警察庁関係者は、秋篠宮ご夫妻は移動時に信号機を操作して車両が停止する時間を短くしたり、制服警官が多数配置されるような警備を望まれません。また悠仁さまの通学時も、警護官は前後10メートル程度距離を取るよう厳しく指示されているといいます。ご自身たちの活動で国民に迷惑をかけないようにという配慮からかもしれませんが、このようなできるだけ目立たないことを優先させた警備体制は、突発的な事態への対応力を欠く可能性があるため、現場の警備陣も重圧や不安を感じているのですと明かしています。さらに、ある関西地方の警察幹部は、駅前広場など人通りの多い場所で秋篠宮ご夫妻の車が停車してしまうと、必ず安倍晋三元首相の銃撃事件を思い出し、冷や汗をかきます。長時間停車するほどリスクが高まりますから、小さな事故や予期せぬ出来事でも多くの責任者が処分される可能性があるのが皇族の警備の現実です。警察にとっては簡素化の要望でかえって負担が増していますと語っています。これらの証言は警察官個人の見解であるため一概には言えませんが、テロの脅威に警戒を怠らない警備陣にとって重くのしかかるものなのでしょう。一方で、まだ高校生である悠仁さまのプライバシーなどを考慮すれば、親としての秋篠宮ご夫妻のお気持ちも十分に理解できます。だからこそ、天皇陛下がそうであるように日頃からスタッフとコミュニケーションをとり、信頼関係を築いておくことが非常に重要なのでしょう。また秋篠宮家は地方訪問も直前に決まることが多く、警備強化を希望される場合に警備計画を詰めるのが難しいという課題もあります。ある警察庁関係者は、現行の皇室典範では次世代の皇位継承資格者は悠仁さまお一人であり、万一に備えるために皇嗣家と警察との連携強化は不可欠ですが、状況は逆方向に向かっていますと懸念の声を上げています。悠仁さまの進学先については様々な推測がなされていますが、都内の大学ではなく地方で一人暮らしをされる可能性もあるといいます。そうなれば、経験の乏しい地方警察による警備を疑問視する声も上がることでしょう。実際、2019年4月には悠仁さまが通学されていたお茶の水大学附属中学校に工事関係者を装った男が侵入し、悠仁さまの机の上に刃物を置くという事件も発生しています。この事件について宮内庁関係者は、一つ言えるのは、やはり皇室の子女を受け入れるノウハウを学校側が十分に持ち合わせていなかったことが影響したのは間違いありません。学習院であれば、幼稚園から大学までこれまで多くの皇族方を迎え入れてきた実績があります。その差が現れてしまったことは否めないでしょうと心境を語っています。さて、2024年5月の人事で
警察庁出身者の代わりに就任した外務省からの派遣者は、前職が東南アジアの大使館で一等書記官だったといい、いわゆる一等級のキャリア官僚ではないといいます。これについて、警察庁関係者の間では、外務省も人材を送らなくなったか、と囁かれていたそうです。このような状況について、静岡福祉大学の小田部雄二名誉教授は、発言のしづらい環境も含め、秋篠宮ご夫妻は、スタッフへの接し方について、軌道修正する必要があると思います。戦前から戦後にかけての、歴代の宮内庁長官や、侍従長など、皇室の側近たちの中には、相手が天皇であっても必要なことを進言する人が多くいて、皇室の方々もそうした人材を大切にされてきました。官僚たちは、国家を支えるという自負もあり、能力も高いです。このままでは、秋篠宮家の官僚たちのモチベーションが低下する一方で、好ましくないことです。と語り、現状に警鐘を鳴らしています。天皇陛下がスタッフに常に感謝の気持ちを持たれ、思いやりを持って、深い信頼関係を築いていらっしゃるように、秋篠宮ご夫妻も、支える人々の思いや立場に配慮され、良好な関係構築を図られる必要がありそうです。さて、先に天皇陛下の車両についてのエピソードをご紹介しましたが、2024年5月に、栃木県の御料牧場で静養された、天皇ご一家の移動に、皇后陛下の30年来の、相棒、が登場したことが話題になりました。栃木県の御料牧場は、皇室専用の牧場として、乗馬用の馬をはじめとした家畜が飼育されており、牛乳や肉、卵や野菜などを生産しています。皇室の方々の静養の場として、また、在日外交団の接遇など、国際親善の場としても利用されています。総面積は252ヘクタールで、これは東京ドーム約54個分に相当する広さです。天皇ご一家は、その牧場で、トマトやアスパラガスを収穫されたり、牧場内を散策されたりして、ゆったりと過ごされたようです。広大な御料牧場内を、徒歩での移動は困難です。最初の3日間は、ご一家揃って、ヘルメットを着用され、自転車をお使いになり、牧場内を移動されていました。しかし、風の強かった6日と、雨天の7日には、車で移動されました。この時、車のハンドルを操作されたのは、皇后陛下だったそうです。ご一家が乗車されたのは、皇后陛下が、結婚前から大切にされていた、カローラ2、でした。皇后陛下が、外務省にお勤めだった頃は、忙しい業務で終電に間に合わないこともあったようで、自家用車を運転して、通勤されることもあったといいます。皇后陛下と、このカローラ2、は、30年以上の付き合いになります。ご成婚の際、天皇陛下が、雅子さんが、お使いの車をお持ちください、と要望されたことで、皇后陛下は愛車であった、このカローラ2と共に、皇室に入られました。今回の静養では、この相棒を伴って、ご一家は、牧場内を皇后陛下の運転でドライブされたといいます。車は、時間の経過とともに、様々な不具合が生じるでしょうし、メンテナンスも大変なのでしょう。同じ車を30年以上使い続けていらっしゃるのは、思い出とともに、この車を非常に大切にされていることが伺えますね。メーカーの広報担当者は、雑誌の取材に対して、個人的な感想ですが、ご成婚時に話題になりましたので、弊社の製品をお選びいただいたことを、ありがたく思っておりました。今回のニュースで、現在も大切に使っていただいていると知り、皇后陛下のお人柄に、深く感銘を受けました、と話しています。皇后陛下が常に質素倹約を心がけ、物を大切に長くお使いになっていることが垣間見えた場面でした。天皇陛下が学習院初等科で使用されていたランドセルが上皇様のお下がりであったという話は有名ですが、もともと日本の皇室には良いものを長く使うことが美徳とされる精神が根付いていると言います。皇后陛下もその精神を引き継いでおられるのでしょう。さて、今回は皇族方とスタッフとの信頼関係について、数々のエピソードと共にお伝えしました。日本に住んでいると、当然と思うことが思いもよらない形で、国外から評価されるのです。こうした対応を可能にするのは、天皇陛下が日頃からいかに周囲の人々を大切にされ、
深い信頼関係の構築に努める誠実な姿勢なのでしょう。さて、このエピソードについて海外から様々な反応が寄せられていますので、その一部をご紹介します。天皇陛下は人間として素晴らしい方ですね。とても尊敬します。緊急車両に道を譲ることは当然のように感じました。ただ、他国の対応を見ていると、必ずしも当たり前ではないようですね。日頃から信頼関係を築くことの大切さを感じました。将来の天皇陛下となる悠仁さまの警備については決定したのでしょうか。進学先での警備も大変そうですね。派手な警備を好まないとはいえ、皇族である以上、厳重な警備が敷かれるのは避けられないですよね。テロの危険性も考慮すべきだし、何か起こってからでは遅いと思います。警備に関することは、その道の専門家に任せるべきだと思いました。天皇陛下の判断は非常に賢明だったと思います。常に国民を第一に考える姿勢が伝わってきますね。以上、海外から届いた声の一部をご紹介しました。人命を優先するのは当然だというコメントがあった一方で、天皇陛下の迅速な対応とスタッフとのスムーズな連携を称賛する声も多く見られました。また、テロの可能性に言及した上で、警備に関しては警察などの専門家の指示に従うべきではないかとの意見も多く聞かれています。互いの立場を尊重し合い、国民と深い信頼関係で結ばれた日本の皇室が続くことを願うばかりです。今回はここまでです。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。